高知市から車で1時間半、愛媛県との県境に位置する伊野町桑瀬です。この地区を流れる桑瀬川に沿って奥に見える寒風山に広がっているのが一の谷渓谷です。古くから紅葉の名所として知られていて、今年は例年通り今月上旬から色づき始めました。川沿いでは真っ赤に色づいたもみじとともに10月桜と呼ばれる遅咲きの桜が淡いピンク色の花を咲かせていました。渓谷を北に進み、標高およそ700メートルほどの場所にやってきました。源氏との争いに敗れた平家の落人伝説が残るこの周辺では、樹齢500年を超えると言われる木々の葉が赤や黄色に染まっていました。この場所で有名なのがこちらの野村もみじ。濃い紫と書いて野村と読むもみじの木で、毎年この時期訪れた人の目を楽しませています。この場所には長年シャモ鍋などの食事を提供している一の谷館があり、古風な建物と紅葉のコントラストが鮮やかです。一の谷館は新型コロナウイルスの影響でおよそ半年間休業していましたが、今月5日に営業を再開しました。4月になるとミツバツツジが満開になったり、新緑がきれいです。紅葉だけではなく年中通して楽しめると思いますので、ぜひお越しください。静かな山里を彩る一の谷渓谷の紅葉、この時期ならではの鮮やかな光景です。続いては植物学者牧野富太郎博士の出身地でもある佐川町からご紹介するのは、牧野公園のそばに佇む清源寺です。1603年創建の歴史ある寺で、土佐三名園の一つと呼ばれる美しい庭園があり、牧野博士が少年時代によく訪れていたとも言われています。境内に続く石段です。今年10月には牧野博士をモデルにした NHK の朝の連続テレビ小説らんまんの撮影が行われました。門をくぐり境内の中に入ってきました。お堂の前にあるのが今見頃を迎えている高さ3メートルほどのもみじの木。樹齢は50年ほどで年々大きく育っているということです。撮影した今月11日も真っ赤に色づいたもみじが境内を彩っていました。